さんこんにちは。カフェと囲碁日だまりのまゆです。今日はクラウドファンディングのネクストゴールについてお話しします。6月の2日か3日からクラウドファンディングを始めて、なぜ始めたかというと、お店がコロナで危機に陥りまして、なんとかここを生き延びたいと、ご支援お願いしますと言ったところ、2日経たずして目標金額の100万円を達成することができました。これも一重に皆様の温かいご支援のおかげです。ありがとうございます。それで、クラウドファンディング残り日数が、1ヶ月ぐらい残っていて、そのこの2週間ぐらいかな、ずっと考えてたんですけど、私がお店として目指していることは2つあります。まず1つ目がお店を100年企業にするっていうことと、2つ目が世界のどこかに囲碁カフェを作るということです。100年企業にするっていうのはどういうことかと言いますと、私は祖父の代から囲碁屋でそれを継いでいるんですね。で、1965年に祖父がオープンして母が継いだものを私が継いで、今ちょうど55年目です。っていうことはあと45年頑張らなきゃいけないんですけど、残り45年って結構長い、私の人生より長い年月をこのままキープしていかなきゃいけないと。で、囲碁ビジネスを継続させるためにはどういう、例えば人物像なのかなとか、どういうお店だったら長続きするのかなっていうのを考えると、やはり絶対的にファンの方はいなきゃいけないですし、自分がいる業界を盛り上げようとする志のある人でなければその夢は達成できないのではないかなと思いました。私は今までその囲碁業界についてとかは言及しなかったんですけれども、今回クラウドファンディングをやってみて、本当に囲碁が好きな人たちもいらっしゃいますし、私自身を応援してくれる人もいると。残り一応目標金額は300万に設定したんですけれども、そこ の自分の100万円と残りの200万に関しては業界の明るい未来のために使おうと決めました。なのでこのネクストゴールにチャレンジすることに決めました。もう一つの世界のどこかに囲碁カフェを作るっていうのは、私自身が海外に対する憧れが子どもの頃から人一倍強く育ってきました。で、人工知能の、AI がプロの囲碁棋士に勝ったっていうのが何年前だったかな、もう4、5年前だったと思うんですけど、それはそのニュースをきっかけに世界のいろんな方が囲碁に興味を持つようになりました。で、しかしその日本のお店をやっている人が海外にお店を作るっていう事例が今までないんですね。なので誰もやってないことに挑戦したいなと思って、それは私の一つの夢としています。で、そのネクストゴールの分の200万に関してどういうふうに使うんですかっていう質問なんですけれども、そこに関しては3つ考えています。1つ目が多言語の EC サイトの構築、2つ目はオンラインの例えば VR とかそういうアプリの開発、3つ目が海外の視察、この3つに、費用を当てたいと考えています。今回のクラウドファンディングでいただいた200万円の使い道について詳しく説明していきます。まず1つ目の多言語 EC サイト構築に関しては、私はこのコロナをきっかけに YouTube を始めて、英語のバージョンとかも作っているんですけど、それがすごい海外の人たちから、いい評価を得られています。で、そのクラウドファンディングのことを知った外国人の方も何人かいたんですけど、その日本語なのでどうにも支援できないと。で、なんかあなたのお店のものを販売したりとかしないのっていうふうに言われて、あ、EC サイトをいよいよ作ろうかなっていうふうに思いました。うちのお店には5番テーブルといって、私がデザインしたオリジナルのテーブルとかもあるので、売れるような商材はたくさんあるんですね。なので、この私が作ったものとかって全部何気にその日本の囲碁のカルチャーを知った上で、作ったものがほとんどです。やはり西洋の方とかってインターネットで碁を打っている方ばっかりなので、実際に日本の礼節とかは全然わかんないわけですよ。なので私が作ったマナーポスターとか、以前アップしたマナー動画っていうのがあるんですけど、そのように日本の礼節をそのものを通じて海外に広めていきたいと思って、まず一つ多言語の EC サイトを作りたいと思っています。2つ目、VR などの、新しい要はテクノロジーを用いた、アプリなどの開発ですね。これは全然その費用で収まるとはっきり思ってないんですけれども、ただ
私はもともと DJ をやっていたっていう経緯もあって映像関係に詳しい方が結構周りにいるんですね。なので例えばですけど今オンラインで打つって Zoom と囲碁の対局サイトで打ったりしてるんですけど、そうじゃなくってゆくゆく 5G が来た時に何ですかね、そのホログラムみたいな感じでその人物像を相手の目の前に出したりするようなものとかってできるんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、そういうのを実験したり見たりするのにそれなりに費用がかかると思っているので、まず2つ目はこの新しいテクノロジーにお金を使いたいと思っています。で3つ目、海外視察に関してなんですけれども、ただ旅行に行きたいだけなんじゃないのって言われると思います。でもそれははっきり言ってそうです、そうですとしか言いようがありません。なぜかというとその私の夢の中に将来世界のどこかに囲碁カフェを作るという、まあ、ものがあります。でそれを実現するためにはやっぱりその現地に行ってそのどこに作るかまだ決めてないですけど視察に行くことはもう絶対に必要なんですよね。そこの現地の人とコミュニケーションも取らなきゃいけないですし、その土地ではどういうお店の形が合ってるのかっていうのも知るためにもまず海外には絶対行かなきゃいけないんですよね。で私その2月に実は香港に行ったんですけれども、その時にまあ囲碁のお店に行って実際に打ったりとか香港のカフェとかに行ってやっぱ日本にいたら気づけないことがありました。それはまず私その日だまりを作って45カ国の方が来てくれたんですけれども、その間私が外国人になることって一度もありませんでした。だから例えば外国人の人が来て周りで日本語を喋ってるのがどれだけストレスなのかとか全然分かんなかったんですね。でも香港に行った時に私が一人で日本語とまあ英語しかわからない、だけど周りの人たちは広東語で喋っている状態が結構ストレスで、何かに対して笑ってるけど何か私のことに対して笑ってるけど全然説明をしてもらえないっていうのがストレスだったりとかして、でもそれって海外に行ったから初めて気づけたことなんですよね。あとこの日だまりを作った時に、ボトルラックがそこにあるんですけど、これの感性だって日だまりを作る前にヨーロッパに旅行に行きました。その時にオランダのアムステルフェンっていうところにヨーロピアンゴーセンターっていう囲碁の会館みたいなのがあるんですけど、日本の公民館と違ってそこにはバーがありました。そういう他の国の日本にはないものを見てるから日本にこうないものを私は持ち込むことができたんですね。なのでどうしたって海外にお店を作るならばそこの現地の視察に行かなきゃいけないんですよ。だからそれは私の夢の一つなのでその費用に充てさせていただきたいと思っています。クラウドファンディングのネクストゴールについてお話しさせていただきました。最後に私がなぜここまで囲碁にこだわり続けるかという話をさせてください。私はそのお店を継ぐ4年前まで本当に囲碁が嫌いでした。もうそりゃそうですよね。なんかトランスの DJ やってこう何ですかね、時代の最前線みたいなところにいたのに、なんか昭和っぽい、まあその時のお店は昭和っぽい雰囲気だったので、あでもまあ自分にしかできないからこれやってみようかなっていうふうに とって今まあ続けてるわけですよね。でなぜ続けてるかっていうと、その私が囲碁を嫌いだった間も囲碁っていうものは私の家族と私の生活を成り立たせてくれました。だから今囲碁がピンチな状態だと、まあ、私がこの業界に入って4年前から囲碁人口が減少しちゃってこの先どうなるかやばいっていうふうにまあすごく言われてるんですよね。なので、まあ、私にできること、まあ、囲碁の人を増やすっていうのはもちろんそうですけど、日本の文化を海外に広めるっていう形で、この、まあ、家族が支えられてきたものに貢献していきたいと思っています。だから囲碁にこんなにこだわっています。クラウドファンディングはあと1ヶ月ちょっと切っちゃったんですけれども、達成するかどうか分かんないんですけれども、この動画を見てご支援いただける方がいたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。